どうも、エルザです。それでは、アンチャーテッドやっていきたいと思います。そうですね、前回に続きなんで、そちらやっていきたいと思います。まあ、いきなり逃走劇って感じですね。さあ、失われたら剣。25と。やばいやばいやばい。にしろめっちゃ綺麗な場所だよね。色合い的には敵はアバターみたいなのが、来てたけど。やばいよね。進んでるって、うん、なんで ここで当たり判定悪いか、はそこら中にいる、おい逃げよう逃げよう、オッケーだね。おお。いや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 。追っかけてる場合じゃないでしょう。おお。えらく激しいね。オッケー。やべ。今すぐここから逃げなきゃ。あれを見てから何日も眠れなかったわ。ああ、銃がない。よし、行くぞ。来い、観光してる暇ない。こっちだ。立ち止まるな。見てエレナ、彼が何か壊す。何を？何か壊せそうなものが、どうやら先客がいたみたいね。どうか無事に帰れますように。だな。何か使えるものがないか探せ。ねえ、彼らには無駄だったみたいだけど。ありがとう。うん、まあラザルビッチはもう町へと向かったから、入り口へ戻る道さえ見つければ楽に帰れるでしょ。あ、いや、クロエ、チンターマニ席に向かうぞ。え？ラザレビッチを止めなきゃ。具体的にどうやって止めるつもりかしら。奴より先に石を見つけて砕く。あらあらあら、まさか魔法の力なんてもの信じてるわけ？この状況で信じられるものはなんだ。オーケー、じゃあ教えてあげる。あのラザレビッチって親父は妄想してる。お告げか何かを信じてて、石ころが人を無敵に変えると思ってる。不死身にってこうしてシャングリラに立ってるのよ。何があっても全然おかしくない。ちょっとやそっとの銃弾じゃ奴ら死ななかった。ここには絶対に何かある。だからこそ逃げられる時に逃げるのよ。奴らに好き勝手はさせられない。それに世界を救えるかも。ああ、嘘いい、お嬢さん、世界は気にしてないの。下手に首を突っ込めばその首を失うだけ。お前もラザレビッチを倒したいって言った。そうよ、誰よりもあいつにギャフンと言わせたい。でも結末は違う。見て、これが結末なの。違う、俺たちは違う。戦おう、一緒に。どうかしてるけど、しょうがないから世界救ってあげる。さあ、アイテム回収して進みますか。ただ何もないんだよね、アイテムがね。銃は取った。こっちかな？いや、こっちは北道か。また化け物が出ます。隠れて、早速ここへ。ふわっ、やつらに近づくな。殺せない、そんなやつらだ。そうよね、一体どうすればいいの。とにかく撃ち続けろ。撃つしかないか。
いやマジでマジアバター。ちょっとふって飛んだね。なんだあれ、松ヤニか。やべ。しかもあれ自分で食らってたよ、ね。これよりもっと強力な武器がいる。確かにそうね。じゃあ行こっか。こっち、いや違うな。いや戻るしかないのか。戻るしかなさそうだね。でもこっち進めるところあった。いやないよね。やっぱ来ないから行こうか。あー強力な武器が必要って言われてもどういう武器だろうね。そこはいけそうな感じしないし、登れたね。でこっち飛んで、さらに飛んでいって、待って、お願いだからちゃんと飛んでくれよ。さあいやたまったもんじゃねえな。おい、来い、お前なら絶対飛べる。あれなかなかテンポが遅めのようです。さて、おい、ジスタ、松ヤニと同じ。よく燃えるぞ、下がってろ。あれは何なの？そんなに怖くはない。松ヤニね、あれ爆発するんだよね。なんか落ちた。だよね。あれどうだろう。こっちか。届かないっていうね。はあ。吸い込まれるときは吸い込まれるくせに、いやーなかなかやな。嘘でしょ。あれは何なの？樹液が可燃性だ。あの松ヤニと同じだ。勘弁してよ。いきなりはひどいじゃない。燃やして、さあこっち、
もうちょっと、もうちょっと、頑張れ、もうちょっと頑張れ。で、開く？あれ、ダメか。ギリギリだったね。ポン、いや。よし、バッチリだ。行こう。燃えて縮んだというか、なんというか。この植物生きてんのかなっていう感じの動き方するよね。おい、あれは見覚えがある。そうだ、あそこにチンターマニ石がある。はあ。な、すごく綺麗ね。昔はここも見事な街だったんだろうな。静かね。なんとなく幽霊が出そう。なんか出そうと降りないね。こういう時は降りないんだね。さあ、こっち側進んで、いや、あっち側まだなんかいろいろある感じだね。大量のグレネード、爆薬か。爆薬という使い方もできるわけか。敵さんが来たぜ。こっちに気づいてないかも。エレナ戻って。どこもかしこも兵士だらけだ。ダメだね。敵さん多いね。危なかった。まあほぼ見られてると思うんだけど。意外とあっち向かないのね。あそこだ。で、上行って、対処してからかな。グレネードであんだけ撃ってやられないからね。まだまだまだ。うそ。まだいるか。
ナイス。うわー、切ったー。ガラマジか。それだと一発か。うまいこと倒したね。いや、ガトリング兵はあかんて。で、イベントが終わったからこれが回せるって感じかな。重りがなくなってる。体格はちょうど良さそうよ。, 笑える。ん？引っかかれるわけではないか。違うね。そういうことね。俺がぶら下がるパターンか。よし、準備いいぞ。オッケー、行くわよ。行って。もう3人いなかったら無理って言う。ギリギリだったわ。ほんとよ。そのまま降りるのか。それダメ。はあ。それだったら。投げるしかないよ。いやー、ほんと取れないね、ヘルメットね。ダメか。どう？逃げろ！やべやべやべ。来たね。いやー。危ない。いやー強いねー。勝っていいんだよねー。地味やけどほんと強えな。おい、大丈夫か。こっちだな。お？下か。ねえ、危ない。さあ、一層。あそこに登らなきゃいけないみたい。カートを使おう。カートカート。
やっぱグレガンは強いね。それでいい。よくやったわ。助かったぜ、クロエ。あ、なんかあったね。すげえゴブリンみたいなお面が手に入ったね。しかも雨か。おお、すげえ。さあ何が待っているのか。うわ、なんかすごそう。伏せろ伏せろ。ここにもあの化け物がいるぞ。死んだ。死なないぞ。どっちかというとこっちが辛いですね。強すぎじゃね？ガトリング。やばい。これちょっと強すぎやわ。そんな。スリングショットを持ってるやつには気をつけろ。はい、クリア。とりあえず武器。いや、ガトリング兵はあかんて。あれ強すぎやわ。このどこかに石がある。上に行ってみよう。はい、ほーい。あるかな。まあでも守護者たちは何をしてるんだろうね。守らないと能力が減るとか、そんな感じなのかな。階段長い。よし、もうそこだ。そろそろか。おお、すげえ。あれだわ、ジンターマニ石。ラザルビッチより先に見つけたわ。なんて綺麗。そうね、輝いてる。さあ、ぶち砕いてさっさと帰りましょう。ああ、待て。何かが違う。どういうこと。マルコポーロの勘違いだ。サファイアじゃない、琥珀だ。琥珀。ああ、そう、松ヤニの化石だ。うん、木の樹脂だよ。ちょっと待てよ。何なの。まさかマジか。ちょっとネイト。もう自分勝手でやんなる。同感。なぜ気づかなかった。何よ。実際は石じゃなくて松ヤニだ。あの命の木の樹脂だ。待ってよ、わけわからないわ。この木違う、あの木だ。あいつがいる。ラザレビッチよ。木に向かってる。わかったぞ。
あの黒い歯。歯って？黒い歯だ。ボルネオの遺体やシャングリラの番人は松ヤニを食べたから、あんな風に変わり果てた。ラザレビッチも食べると思うわけ？こっそり隠れて見てるか。ブラボーシャーロック。さすがフリー。ひどい。あー、ハリー、どうした相棒。ラザレビッチに先を越されてがっかりか。あと一歩のところで俺はここでお前とパーッとやろうと思ってな。何のことだ。多分ゾランの狙い通りの展開だ。見た目より頭いい。でもまだ止められる。エレナ、やめろ。あなたも助けられるわ。残念だが映画じゃないんだ。悪党を改心させて世界を救おうったって無駄だよ。現実にはありえない。フリン、聞くんだお前。ラザレビッチから選別だ。ピンはくれなかったがな。逃げろ。エレナ、逃げろ。エレナ大変。エレナ大丈夫、大丈夫だ。来い、助けてやる。ダメ、ラザレビッチを止めて。早く行って。何言ってるの、捕まって。向こうだ。くそ、一人で平気よ。援護して。絶対に逃がすぞ。こっちだ。ラザレビッチよ。マジか、フリン。エレナを助けないと。道を確保する。大丈夫、やれるよ。いやー違う。こうで。ちょっと待った、こいつやばくね？やばくね？ああ、跳ね返るか。ここまでです。レナに分かるだろ。あそこに行け。こいつやばくないか。いいなぁ、こいつ。危ない。ヘルメット取れればどうにかなるってレベルだけど。さあエレナ、大丈夫か。どうにかってレベルでもなかったな。大丈夫よ。さあ思いっきり。あとどれくらいかな。多分もう来ない。おい、あエレナ大丈夫か。よくないわ。
そうか、大丈夫だろう。お前が頼りだ。よし、門へ行け。できるだけ早く。待って、どういうこと？ダメよ、絶対ダメ。だが終わりにしないと。しなくていいわ。カッコつけてバカみたいにヒーローぶらないで。エレナを逃がすんだ。あなたも一緒に。もし本当にあの石でラザレビッチが無敵になったら。お願いやめて。もしあの石が本当に力をもたらして俺が止めなかったら。でもこれは自殺行為よ、分かってるでしょ。早く行け。いいな、できるだけ遠くへ逃げるんだ。さあ、この武器の状態で、第26ですね、生命の木。武器が全くない。うわ、すっごい松ヤニの数だな。さあ、ラスボス戦といったところかな。傷は回復した。ドレイク、ドレイク、撃つんじゃない。おい、撃つな。俺がやる。悪いけどタイプじゃない。確かにね。マジか。まさか。いやいやいや、ありえないだろ。一緒じゃん。すっげえな。私はやられん。絶対自信あるのか。かかってこい。ちゃ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 。とりあえず爆発のダメージは高そうだから。かー、追っかけてこないでー。倒せるとでも思ったか。倒せないね。うわうわちゃちゃ、危ない。おお。あれ、いけ。うわ、あいつを当たるけどって感じか。これで被弾したときは結構ひるんでくれるね。お、傷が。俺の野望の邪魔はさせんぞ、ドレイク。増えてきた。やだ。やめてそんな物騒なこと。やばいやばい。あー、爆弾は必要じゃねえか。どれか。さあさあ、逃げろ逃げろ。マジか。自分で爆発させやがった。
よし、あと肩を殴れないかな。4発ぐらいか。うわーってセリフがさ。やばいよね。やべ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 。俺を捕まえてよ。よしよしよし。次だ次。グレネード投げてくるからね。俺の野望の邪魔はさせんぞドレイク。いや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 。いやー。よし。危ない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 。逃げよ逃げよ、とりあえず逃げよ。やばい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 、壁壁。いやーショットガン強えなマジで。やだダメ、今のダメ。くっ、よし、どうだ。まだダメ。やめてマジか。やばいやばいやばい。どんだけタフなんだよあいつ。危ない危ない。本当だよ、なんて知らないんだよ。よっしゃ、ラザルビッチ。私を怪物だというか、君も同じだドレイク君。何人の人間を殺した、何人の今日だけで。そうだドレイク、情けの心も容赦もない。え、撃て。撃たない。君には気概がない。多分な。だがそいつは違う。やばい、逃げないと。いやでも本当に力はついてたね。やばいやばい。逆向き。あー反対か。やばいやばいやばい。うお、てかもうあそこ行けないよね。マジか。捕まれ。
危ない。まさか最後にあんなのがあるとは。あげるぞ。立ってお嬢さん。めちゃくちゃ燃えてんな。あそこで何してきたのよ。何って、世界を救った。オッケー、よし支えてろ。面倒だ、行こう。まずいわエレナ。 おいおいエレナ頑張れ、しっかりしろ。おい目を覚ませ、大丈夫だ、絶対助かる、助かるぞエレナ。行かないでくれエレナ。おまねペメホ、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 おまねペメホ。トレクラシェフルキャナラガブチグレドチチ。ねえ、なんだか長くて不思議な旅だったわね。そうだな。君もたまにはヒーロー役をやるといい、似合うぞ。まさか。一つ教えてないと。何？エレナを好き？クロエ、ごめん。いいえ、いいのよ、本当に構わない。ただお願いがあるから聞いてよ、言ってあげて。おお、助かってる。私が去れば、言っとくけどこのお尻が恋しくなるわよ。おい、まだベッドから出ちゃダメだろう。たちの悪い患者だ、言い出したら聞かない。私はもともとじっとしてられないの。それで巨大サファイアは繰り返すがなしだ。絶対に絶対か。絶対よ。ただの伝説ってやつだよ。それじゃ今月も PP だ。まあなんとかなるだろう、未来を信じよう。うん、信じても懐は温まらない。ああ、クロエちゃんはどっち行った？ちょっと失礼。本気。懲りないエロ親父だ。褒めすぎだよ。よくやったわネト。きっと喜んでる。そう。うん。それでこれからどうしようと思ってる？どうしようか。先まで考えてなかった。そりゃそうよね。でも私も考えてなかった。そうか。それで1から10までのどれぐらい私が死ぬと思うと怖かった？4かな。4。ああ、なんで4なの。ああ、せめて8でしょ。8って、8だったでしょ。8は万人に襲われた時だ。冗談でしょ。いや、あれは怖かった。じゃあ10は何？ピエロかな。私が死ぬより怖いわけ？ピエロが嫌いなんだ。ピエロが超怖い。うん、嘘嘘、死ぬってビビってたくせに。いつ死ぬと思ったでしょ。いや、思ってたわ。助かると思ってた。泣いてたの見たもん。ない。ワンは泣いてた。泣いてた？あれは雨だ。全然違うわ。あの時雨が降ってた。ガンガンに晴れてて、あなたは号泣。晴れてない。気を失ってただ。はいはい。涙は瓶に取っといた。証拠がある。読んだよ。
はい、ということでアンチャテッドクリアですね。いやー、2もクリアということで、なかなかやったな。アクション性もだけど、単純に敵が強かったね。後半ボッコボコにされたけど、結構あれで初級らしいです。1、2発食らったらほぼ終わりっていう感じだったね。まあ黄金塔と消えた戦団はクリアということで、エルドラドに続いて終わったわけですね。で次は、3つ目をしていくと、さあ、続いてが、アンチャテッドの砂漠に眠るアトランティスの方になります。次回からこちらになるかなというところですね。まあ2、黄金塔とでは結構アクション強かったけど、まあ敵が単純に硬かったね。エルドラドと比べると全然違かったけど、まあ3もまた楽しみでやっていきたいと思います。それではここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあまたな。